セントラルリーグ公式戦、読売ジャイアンツ対先発チーム、まもなく開始でございます。右の山崎、先発チームの先発だ。右の佐々木、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなく試合開始となります。右の山崎、これが13試合目の登板。どういった立ち上がりを見せるか。さあ、注目の立ち上がり、バッター永遠の安打製造機イチロー。はい、第9投げた、打ちました。初球打ち、レフトへ行った、レフト前ヒット、クリーンヒットです。イチロー、ナイスバッティングです。さあ、ノーアウトで先制のバッターが出ました。バッターは2番野村。第9投げた、際どい球、ボール。一塁牽制球を送ります。タッチセーフ。第2球、一度走った、外れた、ボールを2塁、盗塁成功。ランナーが一つ先の塁に進んでいます。では改めてビッグデーをご覧いただきたいと思います。ジャイアンツ、ここは引っ張りに警戒します。タッチはセーフ、二塁はセーフ。投球はこれから3球目、4球ストライク。第4球を投げた、打った、バイバイ。ジャイアンツ、ここで引っ張りに警戒して守備位置に変更です。うまい、オープンを決めた。ランナー一人を置いて迎えたバッターは鈴木誠也。ネクストバッターサンドを控えているのは佐藤。第9球、ストレートはボール。まずは外角高め、取り返って二塁牽制球、二塁タッチはセーフ。第2球、投げた、うまい。第3球を投げました、インロー、外れてボール。投球これから4球目、カットボールはボール。ジャイアンツ、ここはバッターに警戒します。第5球、投げました、打ちました、それはショート正面、二塁ランナー三塁へ、アウト。先発チーム、なおもチャンスが続いています。さあ、チャンスが広がって佐藤、緊迫した場面が続きます。第9、投げました、初球を打ちました、かわい下がっていった、センター前ヒット。先発チーム、初回先制、1対0、佐藤タイムリーヒット。さあ、これで2アウトランナー1塁。では先制の場面、映像でご覧いただきましょう。5番バッターは指名打者、指名打者大谷、背番号17。第9、投げました、ストレートで打ってストライク、いきなり152キロ。1球目ストライクから、第2球、投げました、2球目ストライク。第3球、打ちました、当たり損ない、かわいボールを取る、一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。1回の表が終わって1対0、選抜チーム先制点を挙げています。右の佐々木、これが13試合目の登板、今日はどんな投球を見せてくれるのか。1回の裏、1点を追いかけます。ジャイアンツ攻撃に入ります。トップバッターはたった1球、投げた、投げた、ストライク。第3球、今度は通過、投げた、コース低め、フォークは外れても、次は5球目、投げた、見送ってファーボール。いきなり動かせてしまいました。今篠塚、背番号6、まずは1塁、1塁タッチセーフ。第9、投げた、外れた、ボール。第2球、スライダー見送ってストライク。第3球を投げました、ボール。次が4球目、投げました、4球目空振り。第5球、投げました、打った、センター前進、ヒット。中継、篠塚、いいバッティングを見せました。先発チーム、同点のピンチを迎えます。ランナー2人を置いて迎えるバッターは王。この後に控えているのはラミレス。カーブは王、投げました、ボール。投げました、ストレートはストレート。第4球は打った、痛烈な当たりですが、アウト。2塁フォースアウト、1塁はどうか、アウト。ダブルプレー、先発チームなおもピンチが続きます。バッターは DH のラミレス、怖いバッターが続きます。
球投げた打った野球の行方にはくれぐれもご注意ください。第3球次は4球目投げた投球これから5球目空振り三振。リプレイをご覧ください。佐々木2アウト3塁のピンチでしたがここは0点に抑えました。1回が終了しまして1対0です。6番2回の表先発チーム攻撃に入ります。先頭バッターは万波背番号66第9投げた初球打ったアウト噛みました。これでワンアウトランナーはありません。7番バッターは7番清宮ファースト清宮背番号21第9投げたおお第2球投げました。ボール外角高めボール第3球を投げました。ストライク第4球を投げました打ちました。痛烈さらに伸びていくを追加しています。5番2回の裏ジャイアンツ高橋君の背番号24番9投げた第2球投げた高めボール球打ったライト方向へ持っていきましたが取りました。これでワンアウトランナーはありません。6番は6番長嶋長嶋背番号3第2球投げた打ちましたショート正面野村掴んだショートから一塁送球アウトこれで2アウトランナーありません。バッターは7番吉村吉村背番号7第9投げた打ちましたこれはいい当たり打球はそのまま伸びていく左中間に先頭に向かうボール投げました打った引っ張った
ベースヒットを放ちました。2番左バッターボックスは野村、野村健次郎。第9投げた、打ちました、一、二塁間へ、二塁ランナー三塁へ向かう。山崎取って、先発チームなおもチャンスが続きます。第9投げた、初球空振り。第2球投げた、ストレート、バッター追い込まれました。第3球を投げた、鈴木ランナー返せません。先ほどタイムリーを放っている佐藤。第1球投げた、初球外れつぼう。第2球投げました、ストレート。第3球は見送ってボール、投げました、ストレートはボール。次は5球目投げました、あんただけストレート。第6球はストレート、ふわふわっと上がった、キャッチャーが加点、スリーアウトチェンジ。先発陣ワンアウト三塁のチャンスでしたが得点できませんでした。3回の表が終わって2対1です。9番ジャイアンツ、この回の攻撃はラストバッター大城です。背番号21大城。第9初球弾むつも投げました、打ちました、1、2塁間の当たり、セカンドが1塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはトップに帰って谷、最初のバッターボックスはフォアボール。第9投げました、甘い球。第2球投げた、投げた、低め。第6球を投げた、インコース高め、ストライク。投球これから5球目、飛びついた、ヒットになります。谷ナイスバッティングです。今バッターが4点となっております。バッターは2番篠塚。第9、1塁ランナーゲット、これはストライク、キャッチャー盗塁を許します。谷今シーズン11個目の盗塁を決めています。ランナーを2塁に進められてしまいました。では改めて初球ストライクから、第2球投げた、打ちました、これは内野へのフライだ、キャッチャー落下点に入りました、噛みました、これで2アウト、ランナーは2塁に変わりません。バッターは3番王。第9投げた、打ちました、初球打ち、掴んで、これで3アウトになります。リプレイをご覧ください。最後はいい守りを見せてくれました。ゲームは中盤4回に入ります。バッター史上最高の MVP 大谷、最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。第9投げました、おー、第2球投げました、ストレート空振り、156キロのまっすぐ。投球は3球目投げました、外れた、ボール。第4球を投げました、打った、フラフラッと上がった、かわい余裕があります、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番万波、第1打席は内野フライに倒れています。第9投第2球見送ってストライク、投球は3球目投げました、外れた、さあ4球目、高めの直球はボール。第5球投げた、ここは選んでフォアボール。バッターは7番清宮、今日2度目のバッターボックス。第9投げた、ストレートはボール。第2球投げた、打ちました、1・2塁間への当たり、破った、ライトからサードへ、清宮いいバッティングを見せました。さあチャンスを広げました、先ほどのプレーです。右バッターボックスは8番菊池、最初のバッターボックスはショートライナーに倒れています。第9投げた、初球を打ちました、かわいバックしていった、噛みました、これで2アウト、ランナーは1塁2塁変わりません。左バッターボックスは9番タミヤ、第1打席はセカンドフライに倒れています。第9投
球を投げた。ボールで振ってストライク。バッター追い込まれました。第4球を投げました。打ちました。あった、引っ掛けた。これは内野ゴロ。自分でベースを踏んでアウト。スリーアウトチェンジ。先発チームランナー1塁2塁残塁。4回の表が終わって2対1です。4番の裏、1点を追いかけます。ジャイアンツ攻撃に入ります。先頭バッターは PH のラビです。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。2番ボール投げました。甘い球。第3球を投げました。3球目ストレイク。投げました。甘い球。第5球投げました。外れました。フォアボールです。フォアボールでフォアボールを出しました。バッターは高橋。第1打席はライトフライに倒れています。投げた。第2球投げた。外れた。ボール。5球は3球目投げた。渾身のストレート空振り。タイミング合いません。次は4球目投げた。決まった。ストライク。次は5球目流し打ち。どうだ。レフトへ飛んだ。ヒット。中継。高橋ナイスバッティングです。選抜チーム同点のピンチを迎えます。さあリプレイです。バッターは6番長嶋翔。ネクストバッターサークルには吉村。第9投げた。甘い球。投げました。見送ってストライク。第3球を投げました。これがしっかりキャッチしていました。追い込んでから第4球を投げました。打った。ファウル。切れました。ファウル。次は5球目やった。痛烈な当たり。センター前クリーンヒット。センターバックホーム。長嶋いいバッティングを見せました。選抜チームなおもピンチが続きます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。先ほどホームランを放った吉村。先発チームここはハイアフライも避けたい場面です。第1球投げました。スライダー。ボール。第2球投げました。ボール。低め。第3球を投げた。3球目ストレッチ。投げた。コントロール空振り。投げた。外角低め。外れてボール。投げた。ここはフォアボールになります。この投手らしい。バッターは8番カモン。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第9投げた。低め。ストライク。いきなり156キロ。第2球投げました。打ちました。1・2塁間のゴロ。3塁ランナーホームに帰ってくる。選抜チームリードを奪われました。選抜チームなおもピンチが続きます。さあ追加点を与えたくない場面でバッターは大城。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。ストライク。いきなり158キロ。1球目ストライクから第2球投げました。アウトロー。外れてボール。第3球は外角低め。ランナーを打ってストライク。追い込んでいます。次は4球目投げました。打ちました。取ってこれで3アウトチェンジ。4回までが終了しまして3対2。選抜チーム1点をリードされています。選抜チームこの回は打順よく1番からの攻撃。バッター永遠の安打製造機一郎。第9投げました。甘い球。さあ次の投球投げました。ボール。第3球を投げた。打った。打球はレフトへ。これは弾いた。そして今拾い直した。イチロー。ナイスバッティングです。イチロー。これで今シーズン16度目の猛打賞となります。リプレイをご覧ください。左バッターボックスは野村。今日は三振とファーストボール。まずは一塁牽制。タッチはセーフ。第9球初球を打った。一・二塁歓迎。二塁フォースアウト。一塁はセーフ。ゲッツーは免れました。バッターは3番鈴木。今日はショートゴロ
第3球を投げた。伸びのあるストレート、一塁へ牽制球を送ります。タッチセーフ。第4球を投げた、決まった。第5球投げた、渾身のストレート、見逃し三振。バッターは4番佐藤、これが3度目のバッターボックス。まずは1球牽制、一塁タッチセーフ。第1球、第2球投げました。第3球を投げました。第3球でストライク、バッター追い込まれました。第4球を投げました。第5球投げました。ありゃ打った。第6球をランナー走った。ボール2塁送球はどうだ。盗塁成功。野村今シーズン13個目の盗塁を決めています。選抜チーム重要な場面で盗塁を決めてきました。第7球を投げました。インコース高め、空振り三振。先ほどのプレーです。選抜チーム得点圏にランナー、ジャイアンツこの回1番からの大勝利を狙います。先頭バッターは第9投げた。第2球打ちました。ピッチャー返し、菊池ボールを掴んだ。一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番篠塚。篠塚第9投げた、アウトコース高め、外れてボール。さあ次の投球、投げた、ストライク。第3球を投げた、外角低め。第4球を投げた、打った、流し打ち。佐藤コーナー、ファウルボール。第5球投げました、打ちました、ファウルボール。切れていきます。第6球を投げました、空振り三振。バッターは3番王、今日はセカンドへの偵察だとショートライナー。投げました、打った、これはいい当たりだ。伸びた、伸びていった、ダイレクトに当たった。打ったバッターは一塁蹴って二塁へ。バッターは指名打者、指名打者、今日は三振とフォアボール。はい、先発チームピッチャーを交代します。佐々木朗希に代わりまして、ここでマウンドに上がった宇田川、今日2人目のピッチャーとして交番です。まずは立ち上がりに注目しましょう。初球外れてボール。第2球、ライト高めに送ってストライク。第3球を投げました、ストレートボール。投げました、打ちました、いい当たり。センター方向に持っていきましたが、見ました、これで3アウト。先発チームこの回2アウト2塁のピンチでしたが、ここは0に抑えました。前半が終わりまして3対2です。ゲームはこれから後半6回に入ります。バッターは史上最高の MVP 大谷、今日はショートゴロとショートフライ。第9投げた、よってボール。投げた、2球目空振り。投げた、考えた。第4球を投げた、ストレートは外れてボール。さあ5球目、ひざ元外れてフォアボール。先頭バッターしっかりと見極めました。バッターは6番万波、今日はセカンドフライとフォアボール。第1球投げた、インコース高め、フォークは外れてボール。第2球投げました、考えた。投球は3球目、一塁ランナーでした。投球ストライク、盗塁成功。大谷今シーズン14個目の盗塁を決めています。選抜チーム大事な場面で盗塁を決めました。投げました、打ちました、フラフラッと上がった、取りました。これでランナーは2塁に変わりません。今日2本のヒットを放っている清宮。第9、ストライク、ストライク。
球。第3球を投げました。流し打ち、どうだ。追い込んで第4球を投げました。第5球投げました。低めいっぱい、見逃し三振。菊池、ひときわ大きな声援が聞こえます。第1球投げた。流し打ち、飛びつかれ。1球目ファウルから第2球、低め際どいボール。第3球を投げた。打ちました。セカンド、これは守備範囲内。アウト。スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。先発チーム二塁までランナーを進めましたが、同点に追いつくことはできませんでした。6回の表が終わって3対2です。5番6回はジャイアンツ攻撃に入ります。徳永投手、高橋。第1球まっすぐ前切ってストライク。いきなり157キロ。第2球投げた。第3球を投げた。次は4球目投げました。空振り、少し迷ったか。追い込んでから第5球投げました。ボール投げました。打ちました。レフト前進、レフトボール掴みました。6番右バッターボックスは6番長嶋。長嶋第1球投げました。ストライク。第2球投げました。インコース引っ張った。レフトへ持っていった。レフト前ヒット、クリーンヒットです。長嶋、いいバッティングを見せました。リプレイをご覧ください。7番左バッターボックスは7番吉村、今日2打点を挙げています。第1球投げた。投球これから2球目、再びストライク。投げた。インコース低め、ストライク。次は4球目投げた。宇宙外へのフライですが、取りました。ランナー一塁に戻ります。これで2アウト。ランナーは一塁変わりません。バッターは8番川井。今日はファーストゴロとセカンドへの警察官。フォークボール見送ってストライク。第2球投げました。アウトコース高め投げました。渾身のストレート、空振り。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。追い込んで投げました。打ちました。ボテボテのセカンドゴロ。菊池取った。一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。ジャイアンツファーストランナー残塁。6回までが終了しまして3対2です。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。先頭ランナー神谷、今日はセカンドフライとファーストゴロ。はい、ピンチヒッターは真中。神谷に代わりまして、真中背番号31。第9投げました。初球決まるストライク。まずは見送りました。第2球投げました。打った。1・2塁間への当たり。篠塚ボールを取る。一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。1番バッター永遠の安打製造機イチロー。ここまで3安打。第9投げた。低めのボール引っ掛けた。ファールボール。第2球投げた。外へ。第3球を投げた。フォーク決まってストライク。バッター追い込まれました。さあ4球目打ちました。ご注意ください。第5球投げた。引っ張った。ライトの右ヒット。ライト前ヒットになった。ボールが転がる。一塁二塁も狙う。中継。一塁ツーベース。選抜チーム同点のチャンスを迎えます。先ほどのプレーです。今日元気のない野村。メグストバッターサーブを控えているのは鈴木。第9投げた。初球ボールから見たタイミング合いません。さあ次の投球投げました。第3球を投げました。ボール。さあ4球目打ちました。1・2塁間のゴロ。2
ナーの山崎伊織に代わりまして近藤ホームランで逆転のピンチで登板です。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。さあここで試合の流れを左右するターニングポイント。投げました、初球から打ってったボールはライナーに右中間へ、これはヒットになります。先発チームここで追いつきました。3対3、鈴木タイムリー初安打、選抜チームやりました。これでチームに勢いが増すことでしょう。リプレイで同点の場面をご覧いただいています。ランナーは4番佐藤、今日はここまで3打数1安打1三振。第9初球空振り、いきなり156キロ、初球空振りから投げました、アウトコース低めストライク、バッター追い込まれました。第3球を投げました、1球外してボール。次は4球目、投げた156キロ直球、空振り三振、バットが空を切りました。7回の表が終わって3対3、選抜チーム同点となっています。ここは守備を変えてくるようです。ただいまの回に代打いたしました。7回の裏、ジャイアンツラッキーセブンの攻撃、バッター強打の宮城、今日はセカンドゴロとファールフライ。先発チームピッチャー交代です。宇田川降板、マウンド上ピッチャー川野、これが14試合目の降板。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。打順は1番に帰った谷。第9投げた、初球がカットボール、空振り。第2球投げた、危ない球。投球は3球目、投げた、コースターのストライク。左バッターボックスには篠田、今日4度目のバッターボックス。まずは1塁セーフ、タッチはセーフ。第9投げました、初球見送ってストライク、初球ストライクから。第2球打った、打球は三遊間へ、あっと弾いた、佐藤今拾った、1塁送る、1塁セーフ。センターチームピッチを迎えます。さあこの大事な場面、軍配はどちらに上がるんでしょうか。第9投げました、強い当たり、入れば勝ち越しだ、さらに伸びていく、センターへ大きな当たり、中継バックホーム、間に合った、ジャイアンツ2点入りました。第3、川端ここは踏ん張りませんでした。なんとか抑えてほしかった。リプレイで勝ち越しのシーンをご覧いただいています。バンガーは DH のランです。先発チームピッチャーを変えてきました。カバーに降板、マウンドに上がったのは藤島、これが24試合目の降板。期待しましょう、注目の投球です。投げました、1球目ストライクから投げました、危ない球。第3球を投げた、打った、ライトフライ、飛距離は出ていません、掴みました、三塁は。これでツーアウト、ランナーは2塁変わりません。バッターは5番高橋、これまで3打数1安打。第9低めボール、第2球スプリットはボール、第3球を投げた、危ない球。次は4球目、投げた、内角見送ってストライク、1球見送りました。さあ2球は5球目、投げた、変化球、外れた、ここまで2安打、藤島ピンチの場面で
打が終わりまして5対3、先発チーム2点をリードされています。近藤降板、マウンド上はうなる5速球バルドナード、今日3番手としてマウンドに上がります。5番、今日は配球にも注目したいと思います。8回の表、先発チーム攻撃に入ります。バッターは史上最高の MVP 大谷。第1球投げました、先発チーム空振り、いきなり155キロ。第2球投げました、インコース低め、ツーシームは外れてボール。第3球3球目ストレート、バッターを追い込まれました。次は1球目投げました、レフトフライ、飛距離を取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。6番、バッターは6番、万波、レフト万波。第9、第2球投げました、タイミング合いません。第3球を投げた、見送ってストライク。第4球を投げた、ランナー球。第5球投げた、外側いっぱい、三塁三塁。バッターは7番清宮。第1球投げた、第2球ツーシーム見送ってストライク。第3球を投げた、完全に外れた、ボール。投げました、これはいった、直撃、第1球では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。8番、忍者菊池、菊池涼介。第9、初球を打ちました、ヒット。菊池、いいバッティングを見せました。今日初めてのヒットになりました。リプレイをご覧ください。9番、右バッターボックスは9番、キャッチャー、これが初めてのバッターボックスになります。背番号22、はい、はい、代打は小久保、太田に代わりまして小久保、背番号4。まずは1塁先制、タッチセーフ。第1球投げました、初球打った、篠塚下がっていった、ジャッジ掴んで、これで3アウトになります。先ほどのプレーです。8回の表が終わって5対4、先発チームあと1点を追いかけます。ゆとりのある安心感を。ここは守備を変えてくるようです。ただいまの回に代打いたしました。8回の裏、ジャイアンツ攻撃に入ります。今日2打点を挙げています。先発チームピッチャーを交代します。藤島降板、変わりまして、マウンド上ピッチャー、毒をあふれる苦労人堂山、これが30試合目の登板。どういった立ち上がりを見せるか、背番号20、第9投げました、見送ってストライク。第2球投げました、投球は3球目投げました、打った、十分ご注意ください。さあ4球目、低め、空振り三振。8番、右バッターボックスは8番、川井、これが4度目のバッターボックス。第1球投げた、ストライク、まずは出てきました。さあ次の投球投げた、第3球は決まってストライク。第4球を投げた、第5球投げた、第6球を投げた、打ちました、サード左へのゴロ、佐藤掴んだ、アウト、これで2アウト、ランナーありません。9番、バッターは強打の名捕手大城、大城。第9投げました、シュートはボール。第2球投げました、決まった、ストライク。投
口ボールを掴んだ。アウト。アウト。スリーアウトチェンジ。京山下位打線を三者凡退0点に抑えています。8回の裏が終わりまして5対4です。ジャイアンツ降板、ただいまの回に代打いたしました。最終回1点リードの場面でマウンドに上がります。今日はどんな打球を見せてくれるのか。さあいよいよ最終回、バッターは永遠の安打製造機イチロー。先発チーム、ここはなんとか塁に出たいところ。第9、はい、初球はストライク。まずは見送りました。第2球投げました。打ちました。いい当たり。アウト。ダイレクトでボールを掴んでアウト。ワンアウト。2番、これでワンアウト。ランナーはありません。野村健二、左側は連打勝負になります。今日はここまで4打数ノーヒット、1三振。投げた。初球から打ってった。フラフラッと上がった。セカンドを落下点。アウト。ここは慎重にボールを取りました。ここは意地を見せてほしい。バッターは3番鈴木。先発チーム最後のバッターになるのか。第9投げた。初球から少し迷ったか。第2球投げた。このまま簡単に終わるわけにはいきません。投球はこれから3球目。外れた。投球これから4球目。打ちました。センター前に出る。センター方向へ持っていきました。掴みました。ゲームセット。試合終了でございます。ご覧いただきましたように、本日の試合はジャイアンツが勝ちました。勝利投手近藤、敗戦投手河野、西武伏見でございます。本日のヒーローは2名。まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきましたように、5対4、選抜チーム1点差で敗れました。勝利投手は近藤、敗戦投手は河野、そして西武は隅。選抜チーム残念ながらあと1本が出ませんでした。次は奮起してくれることに期待しましょう。実況担当は堂前秀夫で東京ドームからお伝えしました。